っと胸が苦しいんですよって、この間です20代後半の女の子が来て、ずっと胸が苦しくてもう心臓の心筋梗塞じゃないかって言ったからね、いつから苦しいんですかって聞いたんですよ。そしたら半年前からって言って、ね、だからそういうことってないんですよ、虚血性心疾患っていうのは。で今日の講義を聞くと、虚血性心疾患っていうのはすごく大事なんです。でみんなが実習に行っても虚血性心疾患の患者さんにもおそらく出会うでしょう。もしかしてこの中ではみんなの知り合い、家族、血のつながった人で心臓の病気を言われてる人もいるかもしれない。でみんなが国家試験を受けるときに虚血性心疾患の問題を正解しないと看護婦さんになれない。じゃあ看護師さんになった、なったとしたら現場で出てくるのはやっぱり虚血性心疾患なんですよ。虚血性心疾患って簡単に言ったらね、胸が苦しくなるんですよ。共通なんですよ。この中でいい？手挙げてほしいね。胸が痛くなったことある人手挙げて。ほらね、ありがとう、ありがとう。実際に自分たちが看護師さんになって病棟に行きました。患者さんが胸苦しいって言ってます。これは虚血性心疾患の共通なのか、これは違いそうなのかっていうのが鑑別できたら嬉しくない？今日はそこが分かるようにするからね、徹底的に。よい、ね、そこが鑑別できたら大丈夫だから。大丈夫っていうのは試験も大丈夫、実習も大丈夫、看護師になっても大丈夫、国家試験にも受かるよっていうこと。よい。で虚血性心疾患で超絶重要なスライド出すからね。よい。もうね、この4つだけ覚えておいてください。虚血性心疾患には大きく分けて4つの種類があります。いい？これだけ覚えておいてよ。これでね、真ん中がね、冠動脈だと思ってください。冠動脈、心臓の血管ね。心臓の血管が、じゃあ簡単なやつからいきましょう。完全に詰まっちゃった、完全に詰まっちゃった場合には心筋の細胞がそれで栄養いかなくて死んじゃうんですよ。それを心筋梗塞って言います。よい。心筋梗塞の特徴というのはここにね、冠動脈の中に血栓というのができちゃうんですよ。よい。次いくよ。2番目に大事なの、不安定狭心症って言います。これは血栓ができるんだけど、これね、実はね、詰まったり流れたり、詰まったり流れたり、完全に詰まっちゃうと心筋梗塞、ちょっとだけ流れてると不安定狭心症って言います。で冠動脈の中に血栓ができるやつ、これを急性冠症候群って言います。 ACS って言います。よい。次いくよ。残り老鎖性狭心症、老鎖性狭心症っていうのは冠動脈に血栓とかはありません。だけど動脈硬化で血管が細くなってるやつ、例えば 90% 動脈硬化で血管が細くなっちゃったよってこと、 10% しか流れてないよってこと。よい。そういうふうになるとどういうことが起こるんかっていうと、運動した時にだけ胸がおかしくなります。休むと何ともないです、胸は。だから普通にしてると何ともないです。普通に心電図とっても何ともないです。ところが動くと心電図の変化が起こるよ、動くと胸が苦しくなるよってこと。で異形狭心症、これはね全く違う、今までとはちょっと違うんですけど、血管があって血管がね、こうね、なんていうかな、ギューって縮まっちゃうの、ねじれる感じ。例えばホースの水で言ったら、ホースをこうやって水ジョーって出してるでしょ、出してるとしよう。でホースがねじれちゃうと血流止まっちゃうじゃない、そんなようなことが起こります、心臓の血管に。これはね異形狭心症って言います。これも安静時に痛くなります。この4つが大事なんです。じゃあこの4つをね、どうやって僕たちは鑑別するんだってこと。だってさ、これ冠動脈にいい動脈硬化があったり、これスパズムって言うんだけど、連縮を起こしちゃう。でここに血栓ができて、なんか詰まったり詰まらなかったりしてる、これ完全に冠動脈詰まっちゃった、どうやって鑑別するのかと。冠動脈見れれば簡単だよね。冠動脈見れて詰まってたら、あ、心筋梗塞だって言えるじゃない。でもいい？みんな目の前で患者さんが胸が痛いって言ってるわけ、ここで胸が痛いって、この心臓は冠動脈はってわけにいかないじゃない、目で見えないから。だけどね、分かる方法があるんですよ。いい？僕たちじゃないよ、みんなにもできるよ。この4つが完全に分けられるんだよ、その方法を教えるからね。その方法、冠動脈この4つの分類する方法を教えるよ。いくよ、よく見ててよ。トークなんですよ、喋ってね、情報収集するんですよ。
え、どういった時に胸がおかしくなっちゃうの、え、どうしたのっていう。これって皆さんの教科書を見たら何ていうふうに表現されているかっていうと、問診です。問診、実は虚血性心疾患において何よりも大事なのは問診です。問診で大まかなものが分類できるからです。だから問診がすごく大事なんだよっていうこと。よい。そしたら次にこういうことをみんな思わない？問診って言ったって何聞きゃいいのって。胸が痛いんでしょ、目の前の人が胸痛いわけですよ。え、何聞けばいいのって。どんなのが心臓の症状なの、どんなのが心臓の虚血っていうんだけど虚血性心疾患の症状なのっていう。心筋虚血による胸部症状、これ説明するよ。これ見て超大事だからね。どんな症状を訴える人が病気なのか、ね、それはこちらです。心筋虚血による胸部症状、ね、こっち、はい、スライド見てください。ね、まず一番大事なのは上半身、このここのね紫のところが心臓に、ね、伴って、冠動脈疾患ね、冠動脈疾患で胸が痛くなるのはこの紫の場所、それからこちらの赤の場所がおかしくなると、ね、ちょっと具体的に説明するよ。例えば胸の真ん中が重苦しいよってこと、そして胸の真ん中が重苦しくて左肩がちょっと痛むんだよって、左手もしびれてくるわっていうやつ、これが出てきた場合には虚血性心疾患、例えば不安定狭心症、心筋梗塞の可能性が高いですよってことでね、これよく見るとね、心臓のこの胸前の真ん中だけっていう人がいれば、ネクタイのように首を含んで胸がおかしくなる人もいるよ、左肩おかしくなるよ、胃の辺、この辺もおかしいよっていう人もいれば、 この人なんてすごい、これ後ろ向いてんだけど背中の方が痛くなるよっていう、そういう虚血性心疾患の人もいるよってこと。じゃあこれからはね、実際にじゃあ老鎖性狭心症から見ていきます。老鎖性狭心症の人ってどんな感じかっていうと、こういう感じです。まずね、心臓の血管は動脈硬化、冠動脈が動脈硬化の狭窄があるわ。例えば 90% 狭窄、前下行進に 90% の狭窄がある。さあその人が階段を上ると何というか、こう言うんです。老鎖性狭心症の人って階段を上がった時とか、急ぎ足で歩いた時、数分胸の全体が重くなる感じがあるんです。でも5分ぐらい休んでると胸の痛みが良くなります。これだよ、分かった。今の症状を言った人が多分冠動脈に狭窄がある人です。でもね、こういうのは違いますよ。例えばね、階段登って行ったと、で、はぁ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 息切れがすると、胸のね広い範囲だからって言って、なんかね息切れがはぁはぁするんで運動不足かなみたいな、それね多分違うと思います。それは冠動脈多分大丈夫で、やっぱりダメってやつはなんとなく胸がすごく強く重苦しい、広い全体を全体的に重苦しくなって、人によっては左肩がおかしくなったり首がおかしくなったりで、大事なのは運動してハーハーって胸がおかしいって運動ってして止まるわけじゃない、止まった時にもう3分から5分ぐらいずっと胸が圧迫されてるよってこと。さっき体育の授業やってきたね、ウォーミングアップしないでいきなり走るとちょっと苦しいでしょね、あれいうのはちょっと違うよって、狭心症ではないよってことね、それが老鎖性の狭心症ね。この時の診断のポイントはこれです。動いた時ってこと、動いた時に胸が圧迫されるのは老鎖性狭心症の可能性があるよと。次に不安定狭心症いくよ。不安定狭心症っていうのは冠動脈の中に血栓、もう心筋梗塞になりそうっていうやばいやつ、急性冠症候群。じゃあこの人たちは何て言うかっていうと、あれって、私動いてもないのに突然胸が苦しくなった、うーってなるやつで、10分ぐらいずっとおかしいんだよっていう、なかなか良くなんないんだよって言って、で一旦良くなったりするわけ。ああ少し良くなった、あれでもまた胸がおかしくなってきた。なぜかというと詰まったり流れたりするから。でね、あれなんか冷や汗が出てきたんだけどみたいな、心筋梗塞の一歩手前だからね、本当に冷や汗みたいなやつが出てくるんですよ。でそこでね、ニトログリセリンっていう
硝酸剤、それを舌下すると一時的に楽になります。ニトログリセリンっていうのは血管を広げる薬で、そうすると一時的に楽になることがあるよ。だからそうすると不安定狭心症の人は何て言うかっていうと、こう言います。じっとしているときに5分ぐらい 重苦しくなったで良くなったり、ニトロを使ってなんかちょっと良くなったで、左腕もおかしいみたいな、このように言います。こういう時はめちゃくちゃ危ない共通だから、もし周りの人にいたらそれ救急車呼んだ方がいいんじゃないっていうレベル。なぜかというと心筋梗塞になりそうだから。急性の心筋梗塞言います。急性の心筋梗塞の症状を見つけられたらかっこよくない？みんなね、普通に生活してるわけですよ。街中でね、例えばあそこのファミマのとこでなんか胸苦しいって言って、なんかおじさんがなんかうずくまってて、それ心筋梗塞かもしれないって言えたらかっこいいじゃない。じゃあ急性心筋梗塞の人は何て言うか、突然胸がね、重苦しい感じに締め付けられるような感じの圧迫感があります。10分ぐらい続いたんだけれども、またおかしくなった、ニトロを舐めてみたんだけど全然良くならない、これがね、心筋梗塞の共通です。で、これの大事な点っていうのは、これも安静時、じっとしていて胸がいきなりおかしくなっちゃう、血管が詰まった瞬間におかしくなるから。そしてニトロの舌下が無効、良い、これが心筋梗塞な。こういう人に出会ったら救急車呼ぶんだよ。で、次、最後ね、異形狭心症。異形狭心症っていうのは血管がギューッと縮むやつ、縮む、ねじれる、収縮して一時的に血流が流れなくて胸がおかしくなる。で、胸がおかしくなるなり方っていうのは繰り返すけれども、ね、胸全体がおかしくなったり、左手がしびれたり、顎の方にね、放散したりします。じゃあ異形狭心症の人ってね、動脈硬化ないんですよ。あんまりメタボとか関係ない。例えば僕の患者さんだったら、ね、この間だったらね、50歳ぐらいの女性の人がいろんな病院に行ったんだけれども、原因が全くわからない、だけど胸がおかしくなるんですって僕のところに来たんですよ。で、僕で何を聞くんかって言うと、異形狭心症だったら嫌だなと思って聞いたんですよ。そしたら彼女は何て言ったかっていうと、夜寝ている時に胸が苦しくなって起きるんですよ。これ鉄板ですから、いいですか。異形狭心症ってなぜか日中、今みんなこうやって活動している時よりも夜中に多いんです。夜中明け方、夜中明け方に胸が苦しくて起きてしまう、これはね、異形狭心症の可能性が高いです。そして日中に胸だってさ、夜おかしかったわけ、夜おかしかったからさ、日中病院に行くじゃない。日中病院に行ってる時は何も起きてないわけ、ホースねじれてないから。だからそのいくら検査したって全部正常で、僕の患者さんはどこに何やったかっていうと、いろんな検査をした聞いたけど全部正常だった。だからね、歯もおかしかったから歯医者さんに行って聞いてみた。そしたら虫歯もなかった。なぜかっていうと、夜胸に発作が起きた時、心臓の発作だから、心臓の発作って胸と左手にがしびれたり、胸と顎の方まで、首の方まで症状が行く人がいるから、だから僕の患者さんは歯医者さんまで行ったんですよ。で、結局何ともなかったと。で、つまり何が起きていたかというと、冠動脈が連縮していたよと。これをね、異形狭心症って言います。異形狭心症の問診で大事なのはこちらです。安静時、夜間、明け方、日中は全く問題がない。そして冠動脈がギュッて縮んじゃった場合には、ニトロっていうのを舐めるとスッと改善します。そして血流が再開します。今のやった4つの問診が完璧にできれば大丈夫だよっていうこと。で、じゃあ、そんなこと言ったって、問診は終わったと。じゃあ冠動脈が実際にどうなってるんかっていうことを示すってことが病院の役割なんですよ。だから例えば、もしかしてこの人心筋梗塞かもしれないって言って、ああ心筋梗塞だねっていうことが分かったと。で、その時にじゃあ病院に来ました、救命センターに運ばれてきました、そっから私たち勝負するってこと。今のはね、トークだから、前半のトークだけで大体のね、虚血性心疾患かどうかっていうの分かる。だけど今度いい、私たち医療従事者なんだよ。私たちはこっから先を知らなきゃいけない。よい、こっから先、じゃあ患者さんが来たらどうやって
診断していくのか、どうやって冠動脈を見に行くのかっていうことが大事だよってことで、冠動脈、虚血性心疾患を見る方法が2つあります。それはね、こちらです。冠動脈自体を直接見る血管造影、もう一つは冠動脈を見ない方法、この2つがあります。それをね、解説しますよ。冠動脈を直接見るってね、多分ね、そんなにね、イメージね、湧くからそんなに難しくないと思います。例えばこれ、画面向かって左側に見えるのは心臓の CT です。造影剤を使って CT の検査をすると冠動脈が分かるんです。例えばここに、ね、冠動脈のステントっていう治療がされている、ね、血管があったり、これ冠動脈がすごく狭窄してるよ、狭く動脈硬化を起こしてるよっていうことが分かる。それからカテーテル検査って聞いたことある人、カテーテル検査聞いたことない人、あ、OK。 カテーテル検査っていうのは入院して、ね、あの手とかからカテーテルっていう管を持って行って造影する検査、これも冠動脈を見る検査です。これいいよね。冠動脈を実際に見たら狭窄があるかどうかとか分かるじゃない、血栓で詰まってるかどうかとかって分かるじゃない。だからで、これはね、いいんですよ、冠動脈を直接見る検査。だけど僕たちがね、大事なことっていうのは、冠動脈を間接的に見るものっていうのが実は大事なんです。で、これはなんとなく理解できた。直接見る、冠動脈をどのぐらい狭いか、何が起きてるかっていうのを直接見れる、これ OK だね。じゃあ冠動脈を間接的に見る方法いくよ。それがこちらです。一つ目はね、心電図です。ちょっとこれみんな前見て、動脈硬化が ここにこれ冠動脈の動脈硬化があるわけ、ここ見える、みんな動脈硬化が、でもそれがそんなにまだ狭いほどじゃないと、例えば 20% ぐらいの狭窄でしっかり血流が流れてるとしよう。そうした場合にね、心電図っていうのをやるんですよ。この心電図が出てるんだけど、心電図のあんまり変化が来ないんです。ところがここ結構動脈硬化が狭くなると、ここの白くなってるところ、これが心筋の虚血って言います。これって何やったかっていうと、わざとね、トレッドミルって言ってね、運動してもらうんですよ。運動してもらうと心電図が変化してくるんです。この赤いところ、赤く塗ってあるところ、これ ST って言うんだけど、 ST がね、変化してくるんですよ。運動してくると心臓のね、この狭窄があるから足りなくなっちゃうわけ、心臓の筋肉の栄養が、心臓バクバク運動しなきゃいけないから。そうするとこういうように白いところの虚血っていうのが出るわけで、この虚血っていうのが出ると心電図で ST っていうところが下がるよってこと。これが冠動脈の狭窄を間接的に見る方法、つまりね、心電図を見る方法でね、この大きく分けていろんな方法で冠動脈を間接的に見るんですけど、でこの4つが主に行われています。トレッドミル運動負荷試験、さっき言ったやつ、トレッドミル運動負荷試験っていうのは、通常の心電図が運動をすると ST っていうところが下がりますよってこと。そうすると、あ、この人は冠動脈狭窄があるんだろうっていうことが分かるよと。運動負荷エコーっていうのは、運動している時にね、心臓の検査するんですよ。心臓をこうやって超音波当てて、狭心症の人ってどうなるのかっていうと、初めは心臓ちゃんと動いてるわけ、ところが動脈硬化があったりすると、そのまま運動させると心臓がね、動かなくなっちゃうんですよ。そういうので見ることができます。それで、これ冠動脈直接見てるわけじゃない、これもそう、心筋心地グラフィーっていうのがあるんだけど、この心筋心地グラフィーっていうのも血流を見てます。冠動脈そのものを見てるわけじゃない。で、例えばこれ血流がいいよってことなんだけど、安静時には血流がいいんだけど、負荷かけると紫色のところが出てくるよと、これが負荷かけると血流が減ってるよっていうところ、そうやって冠動脈の狭窄を見つけることができますよと。それからちょっと見にくいけど、心臓の MRI も全く一緒、こういう黒いところ、安静時にはなかったけれども負荷をかけると心筋がちょっと黒くなるよと、血流が落ちてくるよということで分かります。トレッドミルと心筋心地グラフィーっていうのをよくみんなやってます。で、他にもね、見る方法があるんです。それはどんなものかっていうと、冠動脈を直接間接的に見るのは心筋虚血、ね、見る場合にはですね、血の検査で心筋逸脱酵素っていうのがあるんですよ。CPK とか CK とかって言ったり、トロポニンとかって言うんだけれども、これはね、心筋梗塞を起こすと CK とかトロポニンっていうのがね、血液の中に出てくるわけ。そうすると血液の検査をしてみて、 CK とトロポニンが上がっていたら、ああ心筋梗塞だねって分かる。
でも上がっていなければ、あ、なるほどなと、ね、心筋梗塞じゃないよってことが分かる。例えば一般的な労作性狭心症っていうのは血流が流れているので、安静時には心筋逸脱酵素が上がりません。もちろん正常の人も上がりません。最後、治療いきます。虚血性心疾患の治療っていうのは大きく分けると3つです。内服と手術です。で、手術の方法っていうのはカテーテルで行う PCI と呼ばれているのと、心臓のバイパス術。心臓のバイパス術っていうのは心臓の外科の先生が胸を切り開いて手術をするよっていうのがバイパス術で、カテーテルっていうのは、主に内科がやります。で、血管造影ですね。この動画を見よう。こんなイメージっていうのを見といてね。ここに心臓あるわけ。これね、心臓ってあるんだけど、あ、これが冠動脈の狭窄ね。で、血が流れているよっていう、まあ、ここを治療したいと、カテーテルでね。どうやってやるのっていう、足からシースって呼ばれるものを刺します。そしたらね、細いワイヤーを心臓まで持っていきます。で、この後にいわゆるカテーテルって言われる細いで柔らかいチューブを心臓まで持っていきます。 OK。 そうするとここにね、心臓のところまでチューブが来たわけで、ここから造影剤をビュンって打ちます。そうするとほら、例えば狭いところがあったとか、狭くないよとか、冠動脈が分かります。で、これだけじゃなくて、今度どうするんかっていうと、この冠動脈の治療をすることがカテーテルはできます。これが CT との大きな違い。 CT っていうのは狭窄は分かるけど治療はできない。カテーテルっていうのはここにステントっていう金属を入れて、狭窄って狭い動脈硬化のね、狭いところを広げてきちゃう。で、金属を置いてきて、あとは全部抜いてきます。これがカテーテルの治療だから、虚血性心疾患の、まあ、例えばね、労作性狭心症でも心筋梗塞でもいいんですけど、飲み薬が必要ですよ、カテーテルが必要ですよ、場合によっては心臓のバイパスが必要になりますよと。じゃあね、飲み薬って大事なのは何かというと、抗血小板剤、血液をサラサラにするの。血液をサラサラにして狭いところを通りやすくするとか、ステントに血液が引っかかってしまうので、血液をサラサラにして引っかからないようにするよと。で、ニトログリセリン使ったりします。ベータ遮断薬、カルシウム拮抗剤、スタチンとかっていうコレステロールを下げるような薬を使います。さあ、まとめます。まとめ、冠動脈は前下腰、左回生支、民間動脈の3本です。虚血性心疾患は労作性狭心症、異形狭心症、不安定狭心症、心筋梗塞に分かれますとかね、そういうこと、ね、で、冠動脈、急性冠症候群というのは不安定狭心症と心筋梗塞のことですよと。虚血性心疾患の診断は問診が大事ですよ。じゃあその共通っていうのは何かっていうと、握り拳大以上のことが多いよと。広い範囲で胸がおかしくなります。つまりね、こういう人いるんですよ。僕もそうなんだけど、心臓がなんかキューってつままれてる感じがするっていうの、これね、範囲が狭いんですよ。少なくとも握り拳よりも大きい、もしくは握り拳大ぐらいの大きさが必要だよと。広い範囲に来るので、握り拳以上の共通のことが多いです。だから私はなんか共通でね、患者さんが来た時にね、どこが痛いんですかって聞くんです。そうすると患者さんね、ここが痛いんですって言うんですよ。ここここっていう、そういう人はもう握り拳よりも狭いピンポイントなんで、そういうのは虚血性心疾患の共通ではないよってことが分かります。よい。で、虚血性心疾患の共通は3から5分ぐらい平気で持続します。つまり何かっていうと、これ胸がね、チクって痛いんですよ、だけどこれってよくよく考えてみると、あ、3時間ぐらい前からかもみたいな。もっともっと言うと、なんかずっと胸が苦しいんですよって、この間です、20代後半の女の子が来て、ずっと胸が苦しくて、もう心臓の心筋梗塞じゃないかって言ったからね、いつから苦しいんですかって聞いたんですよ。そしたら、半年前からって言って、ね、だからそういうことってないんですよ、虚血性心疾患っていうのは。ね、だから3分から5分ぐらい持続することがあるんだよと。労作性狭心症っていうのは、運動時に心電図の ST 低下が起こりますよ。労作性狭心症は血流シンチグラフィーで血流が低下しています。急性冠症候群に不可視圏は禁忌である。心筋梗塞の患者さんって今すぐカテーテル治療やるんですよ。心筋梗塞の患者さんで、うわ胸が苦しいって言った時に運動不可視圏はしないよってこと。むしろ運動するんではなくて、救急車に乗って集中治療室に行くような病気ですよと。急性冠症候群ってね、急性冠症候群には運動負荷はやりません。そして虚血性心疾患の治療っていうのは内服カテーテル、心臓のバイパス術ですと。よし。大きな空と広い海が呼んでいる、さあ出かけよう。
道を自分らしいペースで